ジョイメカハイと、ニンテンドーがファミコンで、新感覚なゲームを出しました。内容は、手足が宙に浮いている、不思議なロボットを操って、敵のロボットと戦う格ゲーです。格ゲー自体ファミコンではほとんどないので、それだけでも価値があります。出てくるロボットたちは、みんなユーモラスで、動きを見ているだけで癒されます。それでも、技を駆使して戦わないと、雑魚一体も倒すのに苦労します。一部の敵が強すぎると、3機が分かれますが、キャラが多くて、いつまでも楽しめるのと、練習モードもあるので、当てるのが難しい技も、じっくり練習することができます。倒した時にスローで、技名も表示されるので、かっこいい技で勝ちたいあまり、逆に削り倒されることもありました。格ゲーファンはもちろん、お子様でも楽しめる一本です。スーパーファミコンでも、欲しかった作品の一つです。波動拳的な必殺技とか追加してねー。ラグランジュポイント、ファミマガ通算100号を記念して、ファミマガ編集部と、コナミによる共同開発で開発された、ロールプレイングゲームです。ファミマガ読者から意見やアイディアを、受け入れて制作するという形で、敵キャラの名称やデザインはもとより、タイトル名やロゴまでもが、公募で作られたという、異色のゲームです。舞台は22世紀、重力均衡点である、ラグランジュポイントに、スペースコロニーを築いた人類が、コロニーで発生したバイオハザードに、直面する、というストーリーです。イラストこそコミカルなものの、中身は当時のバイオテクノロジーや、宇宙物理学の知識を参考にした、ハード SF となっています。ストーリーも重厚で、いわゆる子供向けの完全懲悪ものとは、一線を画するものとなっており、今なお根強いファンのいる作品となっています。ストーリーもゲーム内容も素晴らしかったので、今でも続編を待っています。バイオ戦士団、インクリーザーとの戦い。舞台は1999年、地球外生命体インクリーザーの襲来で、人類は絶滅の危機に陥っていました。インクリーザーの増殖力で自利品となりつつある人類は、2081年、最終作戦として選ばれた戦士である、青年団を1999年に送り込み、インクリーザーの司会である、ゴッドインクリーザーを始末するという、計画を実行に移す、というストーリーのアクションゲームです。本作は発売こそジャレコですが、開発は後に女神転生シリーズを作る、アトラスだけあって、終末的な世界観のハードコアなゲームと、思われると思いますが、中身はかなりギャグテイストで、いわゆるバカゲーに分類されます。終末的な世界観なのに旅館があったり、団の武器の強化をしてくれるのが、日中国人風に喋る仙人だったりと、突っ込みどころの多いゲームで、印象に残っている人も多いのではないでしょうか。ファミコンながらよく描かれている、グラフィックに、ファミコン、スーファミ版、女神転生、シリーズの、
作曲で有名となった。益子司氏が手掛けた BGM も相まって、SF チックな世界観が癖になる一作でした。しかし、かなりバカゲー要素が盛り込まれているため、そちらが世界観より勝っており、結局続編は出ませんでした。笑い。主人公レイラはマニトカ博士の野望を打ち砕くために迷宮に乗り込む。ボックスから武器を調達しながら、囚われた相棒イリスを救出しながら、進んでいくアクションゲーム。ステージ構成としては全8面。制限時間の設定は存在しないが、長時間同じ場所に立っていたり、同じ動きをしていると竜巻に襲われてしまう。落とし穴にはまることで体力と、アイテムが一定数失われ、この体力がすべて失われると、ゲームオーバー。このゲームの難しいところとしては、マップが複雑すぎるところである。特に後半になると無限ループや、行き止まりが極端に増え、ちょっとつもを信じては絶対に攻略不可能。また各ステージには、パスワードが隠されており、そこはボスに向かう道とは、違うため常に2本の道を、確保しなければならない。このゲームは、プログラムがずさんだったらしく、キャラが吹っ飛んでしまう、現象があったりしました。やるアクションは、潜在能力の高さはあると思うので、続編を出して欲しかったです。ガーディックガイデン、ファミコンで発売。迷路足すシューティングという、ガーディックのコンセプトを進化させ、アクション RPG とシューティングを融合させた作品です。地球に衝突しようとしている惑星ナジュに侵入して敵と戦いながら、パワーアップアイテムを集め、10箇所あるシューティングで、ボスをすべて倒して封印をして、最終的には脱出を図ります。メインのシューティング面が難しく、なかなかクリアできませんが、アクション面で得点やチップを稼いで、アイテムを探してパワーアップをすれば、シューティング面でも有利になるので、シューティングが苦手な人でも、遊びやすくなっています。逆にシューティング好きな人専用に、隠しパスワードで、シューティング面だけプレイできるので、ぜひチャレンジしてみてください。スレイヤー、遥か天空のそなた。ファミコンも後期となった中で出された、正統派なアクション RPG です。文明が崩壊した世界で、コールドスリープから目覚め、記憶を失った主人公が、己の正体を求めつつ、ドラゴニア帝国との戦いに身を投じます。基本的には、見下ろし型のアクション RPG で、剣と魔法で戦います。止まった状態で、攻撃ボタンを押し続けると、すごい感じで力を貯めて、一気に放つと雑魚なら一掃できたりします。フィールドも大きいのですが、操作性もいいので、アイテムや魔法を探すのが楽しいです。王道かと思ったら、意外性のあるステージもあって、少しサイバータンクな気持ちになったり、
ジブリの名作のような展開もありです。キャラたちも、個性的で、グラフィックも良いので、上質なアニメを見ているようです。少し、敵の攻撃が単調なのが難点ですが、それを超えたくなるような冒険劇を楽しめます。ファミコン後期の隠れた名作です。ファミコンとは思えない、アクション性の高い作品で、なかなか面白かったです。こんなこと言いながら、プレイしたのは成人してからで、発売から随分経った後なんですが、続編があるならやりたいな、と思いました。ガンデック。時は西暦2139年、世界は国境を取り払い、一つの国家として平和な世界を築き上げました。一方で犯罪の凶悪化も大きな問題となっており、そんな凶暴化した犯罪組織に対抗するために特捜デカバイスが作られました。本作はそんなバイスの一員である刑事ハーとブラハムとなって犯罪組織と戦うというストーリーになっています。基本的には横スクロールアクションですが、ステージによっては見下ろし型の全方向スクロールアクションになったり、カーチェイスがあったりと、かなりバラエティに富んでいます。ハートの武器は近接攻撃のサーベルと、弾数制限のあるブラスター、そして投擲型手榴弾で、これらを駆使して進んでいきますが、ステージはやや難しくなっており、覚えてないとクリアできない、シチュエーションもままあります。グラフィックやデモが非常に綺麗で、雰囲気を盛り上げてくれること、間違いなしでしょう。ハードボイルド風の忍者龍剣伝みたいなゲーム性と、丁寧に作り込まれたグラフィックに、多彩なアクション、そしてアクションゲームと、レーシングゲームとガンシューティングゲームが一本で楽しめるゲームシステムと、どれも良かったです。忘れてないんだろう。胸